皆さんこんにちは、打楽器の相田瑞希です。どうぞよろしくお願いいたします。今この撮影日5月31日になるんですけれども、はい、だいぶ今公演がちょっと控えておりまして、一番直近のもので、ご紹介させていただきますと、2017年6月4日、そして6月7日、2つ京都で、公演があるんですが、はい、6月4日の方は、アンサンブルフリーというですね、関西で、比較的意欲的に活躍されているアマチュアオーケストラの皆さんと、矢蓋正一さんという作曲家の、はい、ビブラフォンコンチェルトガッシュという作品を初演することになっております、はい、そのまま、その3日後になる6月7日に、京都青山音楽記念館、バロックザルというところで、はい、青山財団の助成をいただきまして、ビブラフォンソロリサイタル、こちらを開催させていただく、はい、という感じになりまして、続いてその、同日なんですが6月7日には、新しいアルバム「ビブラフォンのあるところ」というこちらが、はい、全国に発売されることになっています、はい、ちょっともう一度見せていただいた、はい、会社はレーベルは、小島録音さんより小島録音の、はい、です発売されます。何月ですか、6月7日になります。じゃあ間もなくですね、はい、そしてですね、8月には、私の地元である仙台でも、はい、リサイタル8月5日に、お昼なんですがこれ土曜日なので、そんなリサイタルもし、そして10月のですね26日は、フルスというか今まで何度も、やってきました杉並公会堂のショーホールというところで、はいはい、リサイタルを、あ、そうです、はい、そして仙台のチラシと、はい、それから杉並のチラシをちょっと見せていただけますか。はい、フルスのやつですからね、仙台は。そうですね、はい、こちら仙台の方になっております、はい、8月5日ですね。はい、8月5日です、はい、そしてこちら東京公演の10月26日の公演になります、はい、杉並公会堂ですね、はい、なんかたくさんあるんですが、さらにですね11月17日には、はい、オーケストラプロジェクトという作曲家の方々で作られる、はい、オーケストラの新作、はい、演奏会があるんですけども、はい、こちらで国枝春江先生のですね、はい、尺八と打楽器のための協奏曲が、初演されることになっております。こちら東京オペラシティより、竹光メモリアルですね、コンサートホールで行います。あ、そうですか、はい、でも本当にコンサートの数は随分、打楽器の方でそんなになさる方いらっしゃらないんじゃないですか、すごい数ですよ ね。ありがたいです、まあ、やっぱり演奏家としてはやはりたくさん演奏を踏んでいくことが一番僕にとっては、まあ、自分を表現する場でもあるし、それは、はい、新しく新作を書いてくださる作曲家のさまざまな側面を炙り出していく、これは演奏家の使命だと思ってますので、もう一つ一つ丁寧にもう一心不乱にというか取り組みさせていただきたいと思っています。本当に年間すごいですよね、ついこの間もなんかバイブの会やられたんでしたよね。あ、そうですね、はい、そんなこと、あと東京混声合唱団の皆さんとも共演したりとか、はい、いろいろやらせていただいて本当に感謝しております。あ、そうですか、はい、じゃあ、まあ、新しい道をぜひ、はい、ね、打楽器で切り開いていくということは良いではないですよね。そうですね、でも、まあ僕の師匠である吉原すみれ先生はじめ、さまざまな先人の打楽器の先生方が作ってきた歴史と、そしてその歴史をしっかり踏まえながら僕らの世代が何ができるんだろうということを常に振り返りながらというか反省しながら、新しくいいものを作っていきたいと思っております。